にちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。はい、今日は、細木家人気のおでんを作りたいと思います。おでん、自分自身で作るんですか？おでん作りますよ。うちの母は昔おでん屋さんをやってたそうなんですよ。ああ、言ってましたねだから、戦後ね、みんな大変な時にいろんなお店を出して、おでんとおにぎりとっていうなんかちっちゃいお店をね、まずそれ出したのが始まりらしいんですけど、おでん屋さんをやってたということで、おでんだけはね、自信があるってうちの母も言って、うちの母が伝授した、ちゃんとね、出汁を取って、入れるっていうおでんをね、今日も作っていきたいなと思います。まず、うちはちょっとおでんに牛すじを入れるんですよ。これ牛すじ、牛すじの塊ってスーパーで安く売ってるじゃない。はい。だこれ今日 500g ですけど、これで1000円ちょっとなんですよ。で、その牛すじをよく柔らかく煮て、それをこう串に刺しておきました。これをちゃんと、まずお酒、日本酒とお湯でちゃんと一回牛すじを湯がいて、で臭みが出るし油も多いんで、ちゃんと処理をして、これが圧力鍋とかがある人は、15分20分で、牛すじ 500g ぐらいは柔らかくなるんですけど、圧力鍋がないよっていう人は、1時間半ぐらいコト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 日本酒と普通にお水で、煮込んでもらえればだいぶ柔らかくなります。これ生のままやっちゃうと串刺すの結構大変なんですよ。やっぱり筋の部分がすごいコリコリしてるんで、なので一回ちゃんとそういう下処理をしてから、柔らかくなってからこうカットして串に刺すと、すごいこの串に刺すのもやりやすいので。でこれはね、私牛すじ別に私が好きなわけじゃなくて、これもなんか主人がどうしても牛すじおでんに入ってる方がいいっていうんで、結婚してから私も牛すじを入れるようになりました。かずこさんのレシピに牛すじ、牛すじはなかったです。そうそうそう。あと大根とこんにゃくで白滝。これは先に大根はもうちゃんと火が通りやすいように下茹でしてます。はい、ちゃんと面取りしてもう下茹でしてます。でこんにゃくと白滝もアクが出るので先にお湯でアク抜きしてあります。やっぱおでんって出汁に。おでんの素とか買って全部入れればいいでしょって思ってる人いると思うんですけど、ちょっとしたこの一手間でまた美味しくなるので、下処理が面倒かもしれないんだけど、間違いなくこのこんにゃくとか白滝はちゃんとアク抜きして、で大根も面取りして先に下茹でしとくとこう入りやすくなります。でそこからもう一つ、今日はこの一手間、うちの場合は全部この練り物を一旦全部湯通しして油切りします。このまま入れてしまうとすごく汁が、出汁を取った汁も油っぽくなっちゃうので、これをどんどんね、こうやって入れて全部入れちゃいましょうっていうこと。そっちも。この大根とかはもうこれは終わってるからいいんだけど、この練り物だけは入れます。でこのはんぺんとかちくわぶは大丈夫ですから、やらないでも。あとこのお豆腐とね、これはそのままにしていて大丈夫で、これも別にここで煮込むわけじゃなくて、ただ油切れをしたいだけなん でこれをもう一回切って、ここで全部、ほらこれ結構さ、見える汁が、油があるでしょ。そのまま入れるよりは一回全部洗っちゃうんですか。そう、これをね、一回こうやって、そうすると出汁汁もこうスッとしたまま、油がそんなにねいかない。で特にうちの場合は後からこの牛すじを汁にも出汁にも入れますから、でこれで下ごしらえは OK です。ちょっとおでんの場合はうちは大きいんですよ、鍋が。すげえ大きいぜ。そう、ちょっとこれぐらい。給食じゃないですか。給食だよ。だから本当私何カレーとか作るのも全部給食のおばちゃんだよ。すげえ、すごいんだから。でここから出汁を取ります。でこれはちょっとね、もうちょっと沸騰するまで待ちたい。蓋をしよう。一人って寂しいね、やっぱりいつもあーちゃんといるから、なんやかんやちょっとあれやっといてこれやっといてできるけど、
まあ、でもいろいろ決まってきたんですね、韓国のこと。そうなんですよ。でも本当は3月から、まあ、向こうの学校はまあ3月から始まるのと6月から始まるのとっていうのがあって、まあ、2月のうちに1回行って、向こうの下見したりとかっていうふうに思ってたんですけど、まあ、ちょっと状況が状況なんで、まあ、3月から行くっていうのはちょっと無理で、まあ、行ける可能性があるとしたらちょっと6月からかなっていうふうに、でそこまでに、まあ、もうちょっとただ日本にいてっていうのもしょうがないんで、まあ、スキルを上げるために韓国語とかダンスレッスンとかっていうのをちょっとボリュームを増やして、学校行かない分その時間に当てて、まあ、6月に行けるような準備ができたらいいなっていうところですね。ちょっとまだお湯が沸かないけどね。その量をね、沸くまで結構大変ですよね。そうそう、でもちょっと沸騰する前に、昆布、だしに取るのに昆布はもう入れちゃって、まあ、昆布は本当にもう水の状態から入れてもいいんですけど、うちはいつも味噌汁とかお鍋とかもこのカット昆布、まあ、1枚昆布を買ってきてこうやって食べやすいようにカットしてるんですけど、まあ、これを今日も入れてちょっとさっと洗ってからここに、まあ、これぐらいちょっと鍋が大きいんで入れます。でもうちょっと沸騰してから、次かつお節を入れたいんだけど、かつお節はあんまり、長く入れちゃうと臭みも出てきちゃってカットしたいんで、必ず沸騰してから、入れる。おいでみみちゃん、みみちゃんほらおいで。今ねお鍋のお湯が沸騰しないのよ。お湯持ってんな。あら今日もかわいいね。なんか食べてんの。お海苔食べてんの。どうもこんにちは。こんにちは。バーバとお料理する？みーたんもお料理する？どこ行くの？端っこ行っちゃったね。あ、そうそう、お湯が沸きましたね。お湯が沸きました。で、かつお節、これはだし用のかつお節を入れます。ここちょっとずついかないとね、いけないんで。そしたらちょっとね、足してって。これはね、結構たくさん使った方が美味しいです。まあ、昔ね、よくうちの母がテレビでお料理をやってたじゃないですか。はい、あれを見てる人はお味噌汁の時に私の取り方やってるから、それを見てる人はね、もう分かると思うんですけど、このかつお節は、まあ、こんだけいっぱい使ってこれだけじゃもったいないので、後で水切りして残しておいて、まあ、ごま油とかだし醤油とか入れて、まあ、お砂糖とみりんとお好きな味にしてね、おにぎりとかに入れても美味しいし。あ、食べてるんですねこれね。そうだしとこのスープをさえしっかり作っとけばおでんは美味しくなると。これでいいだしが、ここはね、もったいないからしっかり絞ってください。でこの昆布はすごいいい昆布だから、おでんにそのまま入れといても食べれるので、うちはもうこのまま入れちゃいます。でそしたらここでもう味、だしは取れました。でこれは本当にだしだけで、今全く塩分も何にもない、味がしないから、ここから味付けをしていきます。さっき下ごしらえしといたこのこんにゃくとかね、で大根も入れます。ちょっとお豆腐は崩れちゃうので最後に入れます。でさっききれいにこの油抜きしたやつをもうこのままガバッと入れちゃいます。ちくわぶとつみれも入れて、ではんぺんとお豆腐はもうちょっと味をつけてから最後に入れます。ここすげえ、そう、今だけでもすごいでしょ、だしの香りが。そうですね。ここにちょっと味付けをしていきます。おでんの時はちょっとこのだし醤油を使います。これをさーっと、まあ、この鍋でこの2周ぐらい、まずね、一気に入れちゃうともうしょっぱくなるとどうにもなんなくなっちゃうから、これが適当な楽しさでもあるよね。どう楽しいのか分かんないけど。いやいやいや、結構ねこれね、この日のその日のコンディションによって
微妙に変わったりするんだから、もうなんかちょっと例えばイライラしてるとか忙しいとか急いでる時にガバッと入れちゃってあやっちゃったとかさ、そういう時もあるし、そうするとなんか今度じゃあ塩入れすぎちゃったからまあお湯を足すにしてもじゃ砂糖入れてみようかみりん入れてみようかとか適当にやってるとあ意外と美味しくなったねってこともあるし、なんかその新たな発見みたいなこともあるし、やっぱり料理っていうのもその自分の精神状態みたいなの出るよね。何でもやっぱりその心のゆとりってね大事ですよ、そしてね、お塩も入れます。まあちょっと隠し味としてやっぱお砂糖もね入れます。あーこれはいい出汁が、いい出汁が出てるよ。やっぱちょっと出汁は十分だけどやっぱりこの濃さはねもうちょっといった方がいい。へえ。もうちょっと、もうちょっと塩分がいりますね。でもね、ほら、そんなにこれ見て、油がさ、ちゃんと油切りしてるから、この、確かにあんまり、これあのままいっちゃうとすごいもっと油っぽい汁になっちゃう。なんか私忘れてる気がしたのよ。肝心のあれだね、ゆで卵忘れた。ゆで卵忘れたよ。確かに入ってますよね。うん、これ大事だったじゃん。だからちょっと今日はごめんなさい。ゆで卵はまあ茹でてこの中に入れてくれればいいだけなんで。そう、ちょっと味が整ったらやっぱりちょっと染み込ませるためにお豆腐。お豆腐もね、やっぱり絹豆腐だとすぐ崩れちゃうし、やっぱ焼き豆腐が私は美味しいなと思う。でも木綿が好きっていう人は木綿でも全然いいと思うし、お子さんがまあね、うちみたいに年頃でダイエットであんまりほら練り物を食べたくないっていう人はまあお豆腐とかさっきみたいに結び白滝とかこんにゃく大根なんかちょっと多めにね入れといてあげれば、まあ、最高にいいと思うよね。だんだんいい感じになって、ああいいんじゃないでしょうか。でこれでここに昨日この作っといた牛すじを入れます。一番最後の最後なんですね。そうで、これはもう本当に柔らかくなってるしこのまま最後に味付けとして入れればいいんだけど、ただしこの油が好きじゃない人はおそらく別にした方がいいと思います。ちょっとこれを見てもらえば分かるけど、ね、こんぐらいほら出汁でこんな透き通ってるんですよ。油も結構抜いてるんだけど、あんまりその油分が気になるっていう人は、例えばお父さんしか食べないとかいう人はちょっとお父さんの分だけお鍋を別にして、この牛すじを入れた方がいい。でもまあ家族みんなね牛すじ好きで食べるよっていううちみたいな私以外はみんな食べるので、その場合はもうこれ入れちゃいます。はい、これでおでんは完成いたしました。ちょっとゆで卵忘れたけどね。ゆで卵ね、ちょっとゆで卵忘れちゃったけど、でもおでんはできました。はい、では今日はおでんを作りましたので、いつも食べれないみんなにも食べてもらおうと思います。ありがとうございます。じゃあみんなに配ります。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。じゃあみんなで食べましょう。はい、いただきます。美味しいです。美味しい、うん、よく染みてます。スープがさ、どう？美味しいですね。あー、よかった。いただきます、うん、ちゃんと染みてるね。ちゃんと出汁が効いてるね、うんうん、優しいお出汁が、うんうん、うん、うわ、見た、美味しいって。美味しい、見た。おー美味しいか。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとうちのゆあちゃんが騒いでますけれども、みんな美味しいって言ってくれました。ぜひ皆さんも家族に振る舞ってはいかがでしょうか。また YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。